ポッチャンネルですね。今ね、23時10分でございます。まだ今ね、ポッチャンネルの編集中です。たまにはね、ちょっとこうやって頑張んないと、遅れてきてしまうんで、やっております。今日の動画はですね、昨日も実はタオちゃんとエミコさんと王将で買ってきたテイクアウトメニューで、食事をして、その泊まったんですけども、実はその前はね、私あの、母親と母親のお兄ちゃんと一緒に、旅行に行っておりまして、ですので今家に2泊してない状態なんですよね。で、今日も実はこのまんま遅くなりましたので、キャンピングカーのオキャン3号に泊まってですね、行きたいと思うんですが、もうこのまんま何日間家に帰らずと言いますか、家に泊まらず行けるか、ちょっと試していきたいと思います。おっちゃん家に帰らないでございます。いやー、長かったですね、今日。ひとまず仕事終わりましたんで、車に戻りますかね。今日の我が家。パチッ、おいしょ。はい。なんかすごい匂いする食べ物の、もう、まあいったね、これ。昨日のね、王将の匂いが強烈に残っております。ワインがちょっとあったりするよ。いいんじゃないの、ちょっと飲んだって。老眼気をつけてきちゃった。ああ、疲れた。よいしょ。カッカッカ。ここにはね、ビールが冷えてたりするんですよ。家はちょっとね、今禁酒状態なので申し訳ないんですけど、恵美子さんにはこっちはね、飲めるんですよね、これ。して、このスーパードライ生ジョッキ缶、いただきます。あんま、うま、うわ、これもちょっと冷えすぎちゃうね、これ。今日本当はね、この後、仕事が終わった後、ネットフリックスでイカゲームを今頃見始めちゃってるので、イカゲームか、あとなんか他にも見てるんですよね、いくつか。見ようと思ってましたけど、もう体力がないですね。いや、疲れちゃった。ビール1本しか飲んでないけども、寝る。もうダメ。よし。うい。もう。よっしょ。よいしょ。私の寝室はこんな感じでございます。いや、今日も充実した一日でした。はい、それではおやすみなさい。いや、明るくなってどうする。また着いたよ。おやすみ。おはようございます。起きました。おはよう。よいしょ。仕事ですよ、仕事。今日よいしょ。雨上がりましたね、やっと。すごい雨だった。
今日はロケハンという事前取材でね、テレビの、2カ所回りますんで、朝早くから起きてですね、三重県縦断ですね、今日はね。仕事が終わりました、三重県ね、もう端から端までみたいな移動しましたよ、もう。今日もいろいろ仕事が終わりまして、まだでもね、あるんですよ、私やるべきことが。本当に大変ですね。とりあえずお家に戻ってご飯食べたいと思います。家には帰ってるんですよ、ちゃんと。寒かったです。寒いよ、寒いよ。僕明日さ、川に入るんではないの？こんな寒くて大丈夫なの？本当だよね、ちょっとこんな薄着で入ってる場合じゃないよね、うん、お風呂もいただきましたので帰りますよ。よいしょ。真っ暗超暗い。結構これでも電気ついてるんですけど、本当は見るとね、実際見るともっと明かりが見えるんですけどね。仕事します。連日なんかこんなことやってるよね。もうすぐ12時です。夜。はい。もう超眠い。で、原稿が終わりましたんで、キャンピングカーに、寝床に戻ります。こういうことか。よいしょ。はい。とりゃ。明日ね、テレビのロケなんですよ、OTV の朝から。しかも明日サップに乗るっていうね、過酷なロケで、その後ハンバーガーとドーナツ食べるロケで、その後になんと鮎つかみするっていう、どんな過酷なロケやねん、56歳のおっさんに対してみたいなね、いうことで早く寝なきゃいけないんですけども、ちょっとね、一杯だけでもお酒飲んでクールダウンしてから寝たいと思います。今日はもうビールがなかったので、このグレープフルーツチューハイいただきます。もう目がしょぼしょぼ。ああ12時になっちゃったよ、もう。俺もベッドに、あ、なんか抜けたぞ。よいしょ。今日でですね、キャンピングカーで寝る連続3日目ですね、まあ、特にね、実はもうここで寝るのも慣れちゃってるし、まあ、リラックスして寝れるんで何の苦痛でもないんですけども、別居状態になってるわけで、ちょっと寂しくなってきたかなという感じはいたします。うわー、すごい、もろに天気になってますよ。サップのロケ、これなら大丈夫だ。あれ、もんちゃんいない。番犬はこの程度ですよ。どこまで行けるかな。まだ気づかないよ。もんちゃん。はいはいはい、びっくりしたね。よく寝てたね。
おはよう。それがおっさんじゃなくてよね。そんなことない。ちょっと雰囲気作りながら。どう？もうでもどこれね、これもうこんな状態だから。食べなくてもいいので。取れた。あやちゃん。取れました。見て。今日はね、朝からね、あのテレビのロケ行って3本撮ってですね、8時ぐらいに家に帰ってきたんですけども、そこからご飯を食べてお風呂に入って、オビワンケノービーディズニープラスで見てですね、事務所に今来まして、ちょっとねメールとかもろもろ細かい仕事だけがちょっと残ってるので、それだけやってですね眠りたいと思います。ちょっと体力の限界が近いですね。ということで頑張ります。はい、じゃあもう私のスケジュールだいたいこんなもんです。いつもだいたい7時から夜までね、こう活動時間になっちゃうんですよね。で今日もちょっとこの一杯だけいただいて、最近ずっと飲んでるね俺ね。まあ何、ちょっと寒いよねこれ。山子さんいないので布団に2枚かけて寝ます。なんでこんな寒いの。なんか最近寒いよね。昼間はまああったかいんですけど、夜結構冷えます。ということで、今日もいろいろお疲れ様でした。おやすみなさい、また明日で。おはようございます。起きました。よくしょ。あら、このまんまだ。ちょっと一回、一回家帰ってですね、歯磨いたりとかしたいと思います。いい感じだこれ。車を止めました。まあ、その辺午後マグロのあれですからね。そうか、連れてって。ね、この暮らしもうすごいな。昨日もお酒いっぱいいただきまして、はい、ああ昨日は居候2号のイブキングと水の地も宿泊しておりました。はあ、いい天気。家帰ってお風呂入ってお出かけ準備します。今日でですね、このおっきゃん3号の中で過ごす何泊目でしょうかね。もう1週間経ってますね。はい、この3号に寝泊まりして、まあ、家にはねお風呂入ったりとかご飯食べたりとかでも帰ってはいるんですけども、夜は基本こっちで過ごすという、パターンでですね、1週間過ごしました。つまり別居キャンプといいますか、別居して1週間、まあでもその間にね、一緒にあの車中泊ツアー行ってるんで、まあ一緒に M 子と過ごしてるんですけども、まあだから家のベッドで寝ず、家のベッドで寝ないで1週間経ちました。で明日から、実は朝から四国に出発で3泊4日かなで、香川県また行きますんで、この記録は更新されていて、10日間ぐらい実は私は家のベッドで寝ず、この3号で寝るというですね、ことになります。
とりあえずね、今日で、まあ一回このね、別居キャンプ、別居車中泊っていうのは終えますけども、実際はこのまま、香川つ、さぬきうどんツアーに繋がっているというところで見てっていただければ、すごいことをしてるなと、バカだなと思っていただけるんではないでしょうか。ただいまね、夜の1時40分、仕事が終わったので、今からちょっと眠りたいと思います。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたおやすみなさい。天気、はい。なんでやねん。なんで、これ、あ、消えた。もう、わけわからん。